りゃ。皆さんこんにちは。こんにちは。アップバンクスターの仕入れと PR 担当のバイヤーとライターのファンです。よろしくお願いします。お願いします。今日はあのですよ、新しい MacBook。 え、これ私物？これはね、借り物。おー、これは借り物。いいよね。いい。これゴールドなんですけど、デモ機いろいろ触ってね、あの動画の方で開封の様子とかでご紹介しようと思ってるんですが、これにぴったりの買っちゃった人向けの話で、レザーケース。おー、これむしろあれでしょう、僕よりもファンさんの方がね詳しいと思うので。これあれだ、スリーブケースで有名な国立商店のやつだ、はい、そうなんです。おー、一個一個ね職人さんが手作りしてるというモデルで、もうねこの12インチの新しい MacBook ね、 MacBook Air でもないし MacBook Pro でもないですよ、うん、新しい MacBook 専用のものなので、12インチにジャストフィットなんです。おお、厚み違うじゃないですか。そうですね、こう鎖型になってますね。ヒンジ側とこの開く側で、この細い方を下にするとぴったり収まるように設計されてる。気持ちいいですよ、これは。この収まり具合いい、まさにねプロの仕事。おお、ここがいいよね。ここが微妙にカーブしてて、本当だ、弓なりになってる。で、取り出しやすくなってる、うんうん、美しい。 そして、この国立商店の特徴といえば、はい、このブラックのオイルドレザーと、うん、この赤のフェルトの組み合わせですよ。かっこいいね、色が、ね、内張りがいいよね、これがね。ね、ファンさん、はい、素朴な疑問なんだけど、はい、オイルドレザーというものがよくわからなくて、何なんでしょうかね。オイルレザーというのはですね、こう革の表面だけではなく、はい、革の内側にまでたっぷりとオイルを染み込ませたレザーなんです。へえ。なんでこれ新品なんで、うんうん、結構マットなんですよ、これでも。そうですね、うん、で使っていくうちに内側のオイルが染み出してくることで、どんどんツヤを増していく。へえ、後からツヤが出てくるんだ。そうそう、ケージ変化するほどに光沢が出て、うん、すごいこう滑らかな質感になっていくという革がオイルドレザー。いいね、革製品。だからこういう長く使うものと一緒に使うのにはもう最適、はい、素晴らしい素材として。そしてこの国立商店、特徴もう一つ、革がですねかなり分厚いんです。本当だ、革だけで 1.9 ミリ厚あって、へえ、中のフェルトもかなり分厚いので、うん、こうクッション材とか入ってないとやっぱ不安になるじゃないですか。まあね、MacBook 守ってほしいですからね。そうそうそう、でもねしっかり守れる。確かに、あの、ね、押してみるとちょっとね深くてする。そうそうそう、そのクッションじゃないんだけど、フェルトの厚みが本当にクッションとしての役割をしてくれるし、うん、なるほど、出し入れするときに擦れる傷とかがつく心配が全然ないから、保護力実はめっちゃ高いんですよ。そうだね、ちょっとコンって当たったぐらいじゃ大丈夫、うん、全然大丈夫。もちろんね、あの対象液じゃないからガーンって落としたりするようでは全然ないんだけど、そうね、そういうのはやめてほしいですね。でもね、あのちゃんとクッション性はある、うん、あのブリーフケースとかに入れてね、うん、営業さんとか持ち歩くにも全然安心だし、こう営業先とか出先とかでこう出してもかっこいいわ。いいね、ちょっとさ言い方があれだけどドヤ感高いよね、これ。ドヤ感高い。おい、すごいできる人っぽいですねっていう感じになりますね。そう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 、これはね、スッと出して使う時はマックを直置きせずにこれを下に敷けばこうなるわけですね。下敷き側にすると使ってる時もちゃんと傷から守ることができる。素晴らしい、素晴らしいんですよこれ。というわけで、じゃあすでに MacBook で、ね、新しい MacBook ご購入の方はですね、はい、おすすめのレザーケースでございます。ぜひアップバンクストアでチェックしてください、ね、バイヤー。